ウェーブから琥珀、野崎渚里。ベテランさんには悪いがの、セレクトはウェーブに限らず全体に若手重視じゃ。ベテランの余裕の80点90点の試合より、若手の必死の70点の試合の方が熱くて面白いし、これから伸びる勢いがあるじゃろ。ベテランもバカにしたもんじゃなく、ある日の広田さんと大岡さんの試合、これといったネタもないのに面白く試合を進めて、若手にはできん味じゃなぁ、と感心した。なるほど、単に若い子が好きだ、と。はい、解説。琥珀ちゃんは復帰祝いも兼ねて、マーベラス時代から小柄でもピリッといい動きしとった。野崎さんはスターダムに出ていない最後のビジュアル系大物可能。クレオパトラみたいなルックスもともかく、欠場中じゃがダイナミックな足技で見せてくれるぞ。ほほう。ウェーブについて言えばガミさんはプロレスファン的な感覚があっての、ファンの都合を抑えたマッチメイクで楽しませてくれる。ほほう、次はバトームーブから、桜井に、するがめー。いかーん。あららららら。